いやもう三越さんバブルの頃にね、すごく一等地にね、はい、この右手後ろのところ、エロスの、ね、あのピカデリーサーカスのところですね。バブルの時にね、一等地にどんどんとお店を出して頑張っていたんですけどもね。